魂チャンネル。高校サッカー部のキャプテンをしています。部員がなかなか僕の言うことを聞いてくれません。どうしたら僕の言うことを真剣に聞いてくれるようになるでしょうか。そうですね、まあ簡単なことではないので、うん、まあキャプテンだからといってみんなが無条件言うことを聞くっていうこともまあないでしょうし、うん、やはりこう決して珍しい状況ではないと思います。で、うん、まあ、自分も僕もキャプテンやってたことがあるので、大学時代やっぱりすごくこう、まあ、意識していたのは、うん、やっぱり自分が一番しっかりやらなきゃいけない。お、背中で見せるみたいな。自分がこう背中でも見せるし、うん、言葉でも引っ張るし、うんうん、もう全身で伝える、うん、プレーでもやっぱり伝えなきゃいけないですし、キャプテンとしてこう模範にならなければいけないのかなっていうのはあります、うんうん、まずこう説得力が、あるように、普段の生活から、うん、普段の言動から、うんうん、こう自分の言葉が重みを持つように。なるほど、うん、まあ、ただキャプテンも完璧ではないので、やっぱり周りもやっぱりそれをこうサポートしてあげなければいけないですし、うんうん、キャプテン一人で全てやるっていうのは難しいので、まあ、あとは周りのチームメイトの助けも借りながらチームをまとめていくっていうのが大切なのかなと。一人で全部抱えないでこうサポートしてくれる、こう右腕左腕、なるほど、右足左足、はい、もういろんなこう、ね、こう仲間をと力を合わせてチームを引っ張れたらいいんじゃないかなと。いや、そうですね、まあ、あとはでもいろんなタイプがいるので、はい、チームといっても、うんうん、いろんな性格の子がいますし、うんうん、やっぱりまあそれぞれコミュニケーションを取って、うんうんうん、ちゃんと一人一人こう、まあ、大変ですけど、うんうんうん、一人一人コミュニケーションを取ってピッチの外でも、うんうん、信頼関係を築くっていうのは大事かなと思って、うんうんうん、